最近の格ゲーで、こいつのコンボ気持ち良すぎだろってキャラを教えて。ワッカ。ワッカノエル。あ、ワッカノエル。なるほどね。深い回答きたな。ワッカノエルのコンボ気持ち良すぎるかもしれない。うーん、なんだろうなまあ、とりあえず一旦自社のキャラクターは除外するとして、なんだろう。全然最近じゃないんだけど、まあ、P4U2 のコンボは、なんだろうね。 中毒性がなん、ね、だろう、スピード感があるんで、まあ、めちゃくちゃ気持ちいいなとは思いますね。ミナズキか。カタカナミナズキの方で、なんだろうな、ジャンギー、すかし、着地系のコンボの後に、前完成、5A かな ?5A か 5B 関成だけど。ってやる時のぬるっていく感じで気持ちよかったっすね。だけど、コンボがむちゃくちゃ気持ちいい系っていうと、なんだろうなアンダーナイトのキャラクターは割と、 コンボを気持ちいいの多めに作ってるつもりではあるけど、やっぱり気持ちいいコンボっていうと、むちゃくちゃコンボが伸びるダメージが高いやつか、高速時間がやたくさ、や,やたら長いやつが、やってる側は気持ちいいことが結構ありますよね。アルカナハートの無印のリリカのコンボ、最高に気持ちよかったですね。かかとループの話ね。かかとループをやってる時の、えー、リリカ、あまりにも気持ちよすぎた。 まあ、北斗の剣はね、全体的に気持ち良すぎるコンボが多すぎて相手死んでしまうんですけど、コンボ楽しすぎてお金入れまくってたのって言うとやっぱり北斗の剣になるんだよなまあ、当時だから、まあ最近のゲームじゃ全然ないんだけど、ゲーセンでトレモをやるわけよ。 あの、昔と違って、あ、今と違って昔ってやっぱりトレモがさ、ないわけだから、コンボを調べよう、練習しようと思ったら、ゲーセンに入れて100円入れて CPU 戦でやるしかないのね。結構地獄の練習方法なんですけど、今思うと。北斗の剣は、お金を湯水のごとく入れましたね。あれは楽しすぎてずっとやってた。本当にずっとやってた。なんかお金めちゃくちゃでかい札を両替して、まあ、あの、メダルゲーム用の、メダル入れる、皿みたいなのあるじゃん。あれに100円玉山のように詰めて、 一生ドリーン北斗の剣つってやってましたね。あの、人がいないゲーセンでね、昼間から夜までずっとトレモしてるっていう。何使ってたんですかトキ。時計 <laughs> いや、いろいろ使ってたんだ、北斗は。トキとレイを使ってたんだけど、あの、トキはある程度安定してきて、そ,のそんなにコンボ練習しなくてもいいかな。まあ、もちろん練習したらもっと強くなるけど、なかなってなった後に、レイのコンボを練習し始めた時の、 おかげの無限に減っていく感じはすごい良かったっすね。まあ、飛べ売り合っていうかバグ昇流とかも込みで、まあ、すごい気持ちいいっすね。死ねい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 。ブーンループ的なやつやってる時とか楽しすぎるし、まあ、気持ち良すぎるんで。やっぱり長時間高速系のコンボはどうやら気持ち良すぎるので、最近の格ゲーでっていうと、さっき出てたけど、あれだよね。DNF デュエルのドラゴンだよね。ドラゴンナイツだっけドラゴンナイトのコンボ。 ありえんぐらい減るし、ありえんぐらい拘束するから、あれも結構気持ちよかったな。やってる方はね。相手はどうだか知らないんだけど。相手はどうだか知らないんだけど、あれやってる側はすげえ気持ちよかった。ネスの PK ファイヤー連打してるとき、めちゃくちゃ気持ちいいっすね。ずらして抜けれちゃうんだけど、知らない人って PK ファイヤー食らい続けるから、あまりにも気持ちよくて、すごい楽しくなる。<laughs> PK サンダーファイヤー連打して、なんか4 50、50%稼いで、 前回避して後ろからポイって後ろに投げて撃水した時気持ち良すぎてマジでやばすぎるね。フェイトアンリミテッドコードとかもかなり気持ちいい系のゲームなんでおすすめではあるんですけど、まあプレイする方法ないですけど、まあルビアの子も気持ち良すぎるっすね、あれは。俺の B ボタンが破壊されたあのゲームのせいで。はい。まあとりあえずそういう感じで最近はいないということで一つお便りいただきありがとうございました。